する皆さん、こんばんは。サウスアメリカカップ、思い切りのいいプレーを期待しましょう。さあ、トーナメント準決勝、準決勝もこのままのムードでいきたいでしょう。シュバルツ、海外の有力チームとの戦いはどうでしょうか。今日の対戦相手は、実力は一枚上手か、モンテビデオ FC。 実況は私、八塚博史。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。レポーターのジローラモです。南米スタジアムから、この試合どう展開するのでしょうか。まもなく選手入場です。選手たちがピッチの上に姿を現しました。それではスターティングメンバーは、向かって左側にエンドを取りました、モンテビデオ FC。 ゴールキーパーはエルプリンシペ、ロビーノ。ディフェンダーはフロレンティノ、エデュアルド、セルバンテス、ドッタ、エスパルタ。ミッドフィルダーはゴンザロ、モンテロ、ブロベット。フォワードにロレンツォ、リグオリ。ところでジローラモさん、モンテビデオ FC、 特徴はどういったところでしょうか。5-3-2 はカウンターを狙いやすいじゃないですか。決定力のあるフォワードがいるといいですよね。ありがとうございます。選手たちの動きにつながりが感じられません。まだまだ形になっていません。選手たちが元気よくピッチ上に散らばります。間もなくキックオフです。前半の45分が始まりました。前半4分、シュバルツ、うまく流れをつかむことができるんでしょうか。一旦前にボールを当てた、上がっていきます、右にパスが出ます、打った、ナイススライディングです。シュバルツ、さあスローインから攻撃再開、どう攻めるんでしょうか。右サイドを抜いていった、右サイドからす、どう攻めるんでしょうか。つながった、水原、これは痛い。直接いった、ボールはゴールマウスをそれました。前半終了間際、この時間帯は気をつけたいところです。あーっと、インターセプト、シュバルツ、流れるようなパスを出します。右を狙った、そのまま上げた、あーっとスルーしました。ディフェンダーがコースを消していました。ここで前半戦が終了、両者無得点、両チームとも先に先行したいところでしょう。チャンスは作っていますが、最後の詰めが雑な気がします。現在試合はハーフタイムを迎えています。ブラーメン、いい形でボールに絡んで攻守にわたってチームに貢献しています。左から右に攻めるシュバルツ、後半はどのような戦術を取ってくるんでしょうか。いやー、どっちも頑張ってますね。後半どうなるかとっても楽しみです。後半のキックオフです。さあ、コーナーキックです。ボールが流れた、後ろに流した、ディフェンダーをかわしてシュート、場内からため息が漏れます。後半18分、ボールはシュバルツ、この辺で流れをつかみたいところです。後ろに出した、さあどう出る、スペースに落とす、前、速いボール、飛び込んだ、ビューティフルゴール。後半18分、決めたのは島村、期待通りの活躍です。 VTR が出ます。島村、難なく決めました。余分な力を省いて丁寧にコースを狙っています。うまくフィニッシュまで持っていきました。
ところでシュバルツ、ここまで来たら世界ランキングトップ10入りを目指してほしいです。後半の42分、ボールはシュバルツ。この辺で流れをつかみたいところです。シュバルツ、ここで決めたい。あ、入った、ゴール。後半42分、試合終了直前、鮮やかにゴールをゲット。今のプレーをもう一度。島村、難なく決めました。ジャストミート、綺麗に振り抜きました。この1点でかなり盛り上がります。ところでシュバルツ、ここまで来たら世界ランキングトップ10入りを目指してほしいです。ここで切り札の投入ですね。シュバルツ、ここで2人同時に選手交代です。どうでしょうかね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、0対2、シュバルツとうとう決勝進出ですが、負ければその場で終わりですからね。内容より結果が重要ですよね。各選手、戦術に対する理解が非常に高いレベルになってきています。今日はありがとうございました。はい、八塚さん、ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。